群馬を初の CS へ導けるか。3番マイケル・パーカー、年齢はただの数字、42歳の鉄人が長崎のゴール下を脅かします。4番トレイ・ジョーンズ、昨日28得点、今日もゲームを支配できるか、非常に必要になってきます。その長崎のスターティングファイブ、松本健二リオン、ベルカで引退したい、長崎を愛した男の B1 初めてのシーズンになります。外に持っていきたいですね、長崎は。ボンズ、スリーポイントで来る今日の注目です。いいですね。ワシントンに戻す、ワシントン中に入る、パーカーが待っているが、最後は松本か、スティールになった。さあジョーンズ、今度はソットリングにボールを置きます。兄は NBA プレーヤーの八村塁です。八村アレン、チャンミンク、手を伸ばします。そうですね、こういうのが昨日見られなかったので。小針パーキンスのピックを使って中に侵入、外、ボンズへのパス、ちょっと体勢を崩しましたがしっかりと渡りました。アラヤがスリーポイント。第2クォーター最初の得点、アラヤ広秀。ジョーンズにはチャンがついています。スピードで翻弄するジョーンズ。さあ八村どうだ、あとちょっと最後パーキングが変わった形になりましたがジョーンズとチャンが接触ありましたがファールではありません。ジョーンズスピードに乗る、ピックを使う、くるりと回ったスピンムーブ、右手をそっと置いていきます。高平、馬場一人かわす、ゆっくりと構えたスリーポイント、吸い込まれていった。長崎が沸きます。馬場からピックを使う、あとこの後ターズスキー、おとアリウープが決まります。この後しっかりとカバーしました。ハードスを見せる波里からターズスキー、ダンク。これがやりたかったわけですね、はい。カードスキーに戻します。辻が受ける、スリーは打たせないという狩俣のディフェンス。タフショットを沈めました。激しいディフェンスです。辻スリーできた、これも決まります。八村が出てくる、小針まだ持っている、出しどころがないがタフショットになる。小針が沈めました。決めました、素晴らしいと思います。フリッピン、先ほどから波里を使っていますが群馬はどうする。フリッピン自分で来た、チャンスと見た、エンドワンか、エンドワンです。ハードショーを見せる波里、最後はベンティルか、パーカーです。そうですね、細かいパス回し、最後チャンがスリーを射抜くか、木林のリバウンド、最後得点とはなりませんでした。惜しかったですね、91対78、群馬がこの一節連勝です。